あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は流陰の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は。
生いたしました。我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害もみなそうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。戦況の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし戦況とは一体。うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城には、タケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め、集められたものだろう。私は、そちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、
それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は？屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。一心様にお会いして節立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。開き窓から屋根上に出て夜鷹の狼煙を頼んだぞ。一心様にお会いしてこの日頼んだ。Thank you.
一心様、この日たの。その前に先じゃ、はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。巡ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、赤色よ。あなた。して、そのお主が何を知りたい？お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった。どう。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。
見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるもの。不思議り、不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り、尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは、虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？仙宝寺にあると聞く。ただ、不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。行くか、赤炉。不死立ち、それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ、戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば破れるぞ。まだ埃がひどい。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか？はい。不思議りならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、仙宝寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流陰の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。行意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやら
タケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。花とは？まずはこれを。タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の功の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに？城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の功を求めた者が記した書物か。はい。光輝を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。わかりません。確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。は。巫女様、こちら。これはもしや桜しずくか。それは流院の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の流飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。ああ、そうだ。そなた香炉の残り香は嗅いでみたか。
はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。戦況に至るため、源の好機について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりについて話そう。香炉に残っておったのは桜の木のように思う。じゃが普通の桜ではないようだ。エマ殿ならば城の裏手に咲いていた桜のこと、何か知っておるかもしれぬぞ。行くか、狼よ。頼んだぞ。は。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては。聞いた。して。共に伏し立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助け、
かたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。狼殿、ほんの少し眉間のし九郎様、ではまた。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、御御家九郎様の不死では、ま、エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったと言います。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。戦況に至るため源の後期について突き止めねばならぬ。見つけた手がかりについて話そう。行くか、狼よ。は。狼殿、ではまた。よう旦那、また商いが。旦那、アシナの城におかしな奴らがいよいよ大量に入り込んでいやがる。ナイフがため、アシナ一心は怖いが、いいかげそろそろアシナも潮時かね。じゃあな、旦那。お前さんか、何の用だ。巫女様。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。
何だと。それで何か用か。わしが惚れるのは鬼仏木の中に見えるほいみではな。また猿が三匹、一つはカラカ。
そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にて終わりいたしましょう。何故参られたのですか。不思議を求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。もらい受けた。
なたは竜院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜院を立つ術があると。うん。つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは異なものですね。私は落ちの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの竜院を持つものです。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を絶つことが正しいのかは分かりません。なれど竜院が人の生き方を歪める、それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。受け取れ。それは。お主に渡してくれと頼まれた。ありがとうございます。受け取ります。どうした。私はあの人たちをまだどうしようもなく憎んでいるのです。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
っ